状況騒動。状況騒動とは、1686年、状況三年に、品の国松本藩で発生した、百姓一揆である。中心となった、田だかすの名前から、加助騒動とも呼ばれる。1686年の安住平における作柄は、例年と比べて不作であったが、松本藩は、年貢一票あたりの要領を三都から三都五姓に、 引き上げる決定を行った、1トイコール18.039リットル、1章イコール1.8039リットルに換算。周辺班の基準は1票あたり2ト5章であり、1.4倍以上、軽度の脱穀作業も求められたためという、著しい増税状態となった。また、考えが未発達だった、当時のあずみの平では、生産する米の7割が長いのぎのつく赤米であり、 以前はのぎがついたままの赤米を換算して、収めさせていた。藩は、換算費の変更と伴い二のぎの除去作業を命じたが、ただでさえ忙しい脱穀とたわら詰めの間にのぎ、取り作業を加えることは農民にとって、重労働だった。安住郡長尾組、組は藩領を分割する大単位、現在の長野県安住の市見里、堀金地域中茅村の元商や、 ただか介、け、かを中心とした同志十一名は、密かに中かやの熊野神社拝殿に集まり、百姓たち休場を救うための策を練った。その結果松本の軍部業所へ行って、直接軍部業に一票あたりにと五所への減免、等を求めるご過剰の訴状を提出することになった。実行日は十月十四日。この計画が、藩内各組に伝わったため、一万とも伝えられる。 百姓が松本城周辺へ押し寄せる騒ぎとなった。当時の藩主、水野忠直は、参勤交代のため不在であった。事態を重く見た、城代画廊は、早々に騒動を収集するべく、10月18日に、忠ら百姓側の要求を飲むとして引き取らせた。そして、翌19日の夜、組手平に、年貢減免するとの回答書を手渡した。 一方、江戸表の藩主に、早生まで中心。藩主の採火を得た上で、年貢減免の約束を保護にし、翌月関係者の捕獲に臨んだ。最終的には11月22日、忠佑とその一族、同士は、安住郡中川村、二げ村、大妻村、表室村のものは、勢いが家計上で、千曲郡三光村、堀米村、浅間村、岡田村、 カジウミワタリ村、シューデンコ村の者は、デガー形状で、貼り付け8名、カスケ、全米含む、極門20名の極刑に処された。処刑された者の中には、カスケの三部角であった、オアナ全米の16歳にいる娘順も含まれる。当時の習慣としては、女子が処刑されるのは異例。さらに、全米の妻里が、正月明けに出産した男児にも、 死刑宣告が下された。ただし、翌月にその男児が病死したため処刑とはならなかった。騒動の後、二と五章までの年貢の減免は認められなかったが、元通りの三途に引き下げられ、乃木取り作業は免除されることになる。一説には、江戸詰めであった鈴木よりという一藩士が、ただらへの仕置きに反対し、藩士から処刑中止の許しを得たという。 鈴木は自ら騎馬で伝達に走ったが、松本に入った付近で乗馬が倒れ、鈴木自身も混沌したために処刑に間に合わなかったと言う。馬が倒れた場所は、熊地として地名に残っている。鈴木は、領民保護に尽力したことで知られ、その徳をたたえ名付けられた。伊織ス水という井戸が、松本市内に復元保存されている。また、勢いだ家形は、 原始日丸のうち中学校付近もしくは敷地内であり、校長室にはカスケ騒動で処刑された遺体の発掘状況を記した模型が存在する。なお、中学校は松本城を見下ろす高台にあり、あえて松本城を望む状況で処刑されたことがわかる。ただ、刑意死の際に松本城を睨みつけ、その瞬間に電子閣が傾いたという伝承が残る。 1725年、時の藩主、水野忠恒が、江戸城内で、人情沙汰に及び海域となり、地表権が、戸田松平家に移ったのを契機に、移民の検証が始まった。事件発生後50年を迎えた1736年、田岳では、かすけや処刑された一族を祀る祠を屋敷神として、敷地内に建てた。また、状況騒動50年期の供養塔も地元の、 人々によって、に入れ、ア穴全部への地の精進に建てられた。騒動200年祭、1880年に際しては、田だの祠を、旧、ゴークラートに移し、社殿を造営。これが、かす神社の始まりである。その際、田だ以外の義民も合衆された。なお、明治になって、水野家から、かす座像と、金一風が、かす神社に寄贈された、この座像は騒動後、 カスケのたたりを恐れた元藩主水野氏が作らせて、邸内に置いてあったもの。またこの際、水野忠直も合詞された。明治近代国家成立後、カスケら犠牲者の権力への抵抗の姿勢が、自の民権化として、自由民権運動の中に織り込まれていくことによって、義民化、物語化が進むことになる。1878年に、 地元出身の松沢久作が民権かかすけをテーマに新聞機構をはじめ、翌年、民権館、かすけの面影として客色、松本時技で初演、小高ほか各地で上演され、広く好評を博した。こうして、状況騒動は民権運動を推進していく手段として高く評価されつつ、人々の間に深く浸透していった。かすけら疑味を蘇らせた者は、 こうした自由民権運動のような歴史創造の営みだったのである。また、木下直衛らによる中心地方における不戦運動にも影響を与えた。1916年には、中来東水の新聞小説、義民、加助が朝日新聞に連載され、全国的に知られることとなった。1950年10月16日、松本市上山の南斜面。 勢い高神社裏における、私立丸の内中学校建設現場にて人骨が発見された。約1ヶ月後の11月17日までに、合計18体の人骨が確認された。そのうちの1体だけ、最初に見つかった人骨埋葬の仕方が、他と違い、残りの17体とは別の原因で埋められたと考えられた。また、当時の歴史、 医学関係の研究者により17体の人骨は状況騒動経営者たちのものであり、この勢い高の地が松本藩の臨時の形状跡とされた。1952年にはその異例のための義民図化も作られた。蕎麦とホルチョの随筆、中央線より、1950年代後半には石の鳥居の根流、拝電や社務所の新築と、 カスケ神社の形も整ってきた。そして1960年、神社本庁より宗教法人、上京義民社と認められた。春秋2回の霊大祭が、高三校の人々により取り行われている。1986年の騒動300年祭を記念して、大糸線もよりの駅の加谷駅の駅舎を、上京義民社に模して改築した。 1992年11月、この騒動を検証して、状況疑民者の向かいに、状況疑民記念館が開館。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。